暴動のモブコントロール、アプデで大きく変わったみたいなので、久しぶりにやってみましょう。見たことない画面からスタートしたぜ。なぜかワールドさん、ヘッチャランドからですね。城が燃やされてるから、修理必要だぜ。そして、何やらキャラと大砲にレベル上げシステム導入されてますよ。使える大砲、3つしかないぜ。アプデ前は全部の大砲解放してたのに、またアンロックされてしまいました。てか、最強のトリプル大砲って課金じゃなかったっけ？そういえば、以前トリプル大砲を手に入れるため、このゲームに1220円課金したことありました。それなのに、これは一体どういうことですか？ゲットする。1220円。アップデしたら1220円の課金がなかったことにされました。こんなことあるのかよ。ショットガン、1回につきモブを4体発射する。大砲はこれにしましょう。モブの種類がたくさん増えてるぜ。忍者、竹の柔軟性と稲妻の速度。では、戦っていきましょう。対戦相手は、すぐ見つかります。それは前からだぜ。なんといきなりありました。10倍ゲート。忍者はパワーと体力が低い代わりに、スピードが速いぜ。スピードが速いおかげで、もう敵陣の前までたどり着きました。速すぎるだろ。黄色い巨人、発射するまでもなかったですね。温存すれば次始まった瞬間使えるぜ。ここを突破すれば勝てます。2倍、3倍、2倍、ここのゲートは倍率低いぜ。初手で巨人発射。このまま奥の2倍も通過してくれれば、すぐ肩がつきます。ゲートくぐる直前で敵と衝突したな。しかし、忍者のスピードの速さで一気に追い詰めました。破壊、いけーカードパックみたいなの手に入れたぜ。コインのところまでは届かないか。ギリギリ届かなかったな。これは一体モブと大砲のレベルアップ素材だぜ。このカードをたくさん集めて強化していくようですね。続いての相手は、ライブバトル。敵も大砲で打ち出してくるぜ。相手の200ポイントを削り切った方が勝ちます。こっちの発射速度速すぎだろ。相手はただの大砲。しかしこちらはショットガン。そして忍者のスピードはただのモブの 1.25 倍。兵力が違いすぎるだろー。ここで巨人発射。倍率ゲートが少ないので、巨人はモブと相殺する形で消えていきました。残り70。右の大群が敵陣の倍率ゲート通過できれば勝てるぜ。これは、物量で押していけそうです。ダメ押しで巨人発射。なぜかこの敵、4倍があるのに、ずっと3倍のとこから撃ってきてるぜ。一気になだれ込みました。終わりだー。あとは砦を破壊。後方が全然追いついてないぜ。やば、カードパックまでいけるか？追加コインは絶対間に合わないぜ。よし、なんとかゲット。鶏をアンロックしたぞー。何の姿なんだよ。サンダース大佐は彼自身の最悪の敵です。ケンタッキーにされるから。クリスマスとか絶望的だぜ。マッチングする敵はボスだー。ボスバトルです。鶏は通常のモブよりパワーと体力が少し低く、スピードは少し速いぜ。おっと、ここは真ん中のとこからも敵が出現。敵の砦がたくさんあるぜ。まず真ん中のところは軽く破壊。そして巨人発射。巨人はモブたちをかき分けて戦闘に行けるぜ。突破力こそ巨人の強み。鶏が奥になだれ込みました。こっちは3倍ゲートを2つくぐり抜けて発射してるから、圧倒的に兵力は上だぜ。これで奥の壁になってる砦も破壊。さあ9体の巨人よ、敵の本陣まで突破しておくれ。この敵の数なら9体でいけるか。黄色いから大丈夫です。色関係ないだろ。よし、巨人が突き抜けました。いけー。もうこれは勝ったな。大量の味方が敵の本陣にいるので、こっから大追撃だー。追加コイン獲得。そして、さらなる追加コインも獲得。これで、世界ランキング、14387位から、14353位に上がりました。あんま上がってねえじゃねえか。